阪神とオリックスの優勝パレード、運営費5億円を確保。大阪、神戸両市で23日に開催されるプロ野球、阪神タイガースとオリックス、バファローズの優勝パレードについて、運営費の5億円を確保できたことが関係者への取材で分かった。個人からの寄付は伸び悩んでいるが、企業の協賛金で不足分を賄えることになったという。関係者によると、企業の協賛金は4億数千万円以上確保できたという。企画倒れで終わったね。補助金不正受給思想、阪神が自腹切れや死ぬほど儲かったやろ。どんなクラファンか知らんけど、花火みたいな観客席足す記念品とかにしたら集まったんじゃね。阪急阪神がほとんど出してるんちゃけ。親会社が出せばいいのでは。企業がそんな金あるなら値下げしろよ。これ万博のアピールのためなんでしょう。絶対に税金使って企業に還元するわ。公費は支出できないのに役所の職員を動員するのか、二枚舌やな。企業にとって何のメリットがあるの。これ闇が深そう。昔からパレードなるものの何がありがたいのか全くわからん。ディズニーやら USJ やらあんなもんも。何が不足分だよ。パレードに5億なんてかからないのに万博に流すための集金だろうが。で、最後に派税金に頼るんだろうな。金出した企業は大体的に宣伝してやれ。パレードの装飾にオリックス関連会社の広告があったらそういうことだ。察してやれ。ご視聴ありがとうございました。